どうも、さくんです。では今日もよろしくお願いいたします。陽キャ58さんという、はい、勝負をしたいと思います。勝負します。はい、今日はね、京都鉄道博物館に行きたいです。そうですね。で、それまでに、はい、そのまま一緒に行ったらね、面白くないなって、はい、なんか対決をしていきたい、はい、あ、なるほど。ということで、どっちが異なる列車に乗れるか、はい、列車というか車両形式に乗れるか、車両形式で、はい、なるほど、はい、それで対決したいと思います。対決、ほんで、はい、ね、自分で決めていったら面白くないので、うん、こういうくじ引き作りました、はい、作ってもらいました、はい、で、この、JR 京阪、はい、阪急3つ入ってるんですよ、はい、これどれか引いて、うん、その絶対鉄道会社どれっていう、なるほど、これはそういうルールに鉄道会社に乗ってその場所まで行くと。そうなるほど、わかりました。っていうくじ引きでございます。はい、一応3社入ってるので、わかりました。引いていいですか。3枚入ってるので、はい、先行出してもらいます。お願いします。これじゃあそれで、じゃあ、はい、私は、じゃあこれで、それで、はい、もうでも引いたからね、戻せないから。 JR でございます。 JR、 JR 形式は、種類はまあいろいろありますけど、あるけど、じゃあ秋葉58君お願いします、はい、ではじゃあじゃ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 ん、京阪出た。京阪ですか。京阪の方が結構乗れるぞ。なんとか駆使して頑張ってみますわ。じゃあこれ出たってことは、その京都駅、京都府に入るまで絶対乗り換えダメ、乗り換えダメっていうルールね。ああ、なるほど。え、乗り換えダメ、あ、他の形式なんて。あ、そうその中でっていうこと。ああ、なるほど。京阪でしかその形式はカウントされないと、ね、そう了解しました。じゃあ JR だけで、ね、JR だけで一応カウントしよう。はい、じゃあだって今難波ですけど、うん、難波から僕ら絶対淀屋橋とこの梅田行くので絶対1個は乗らない。それはカウントしなあかんから、もうそれは脳幹で分かりました。じゃあ僕は淀屋橋からスタート。そうで京都まで、大阪駅から、佐久さんは大阪駅からスタートでまでの間に、はい、いっぱい乗ろう。どれだけ乗れるか、はい、分かりました。で、戻るのは禁止やね。戻るのは禁止、戻るのは禁止、必ず片道。それ分かりました。じゃあ京都着いたら、はい、連絡します。わかりました。キャ58の京阪の三条に着いたら連絡をお願いします、はい、ということで行きましょうか。じゃあ、時間が時間今9時50分なんで、9時50分、まあ10時スタートということでしょう。10時スタートで12時13時、12時までに、12時にしますか、ね、分かりました。それで行こう。じゃあ12時までに三条ってか目自分の号令機に着いとかないといけない。そう、分かりました。それで行こう。はい、まあ撮影に関してやけども、別に車内は乗らなくてもいい。あ、乗った電車を、乗る電車をバシャッと撮るだけで。あ、分かりました。か、動画をバーって撮る。あ、それだけで。分かりました。ということで、はい、では本日もよろしくお願いします。お願いします。とりあえず僕らは梅田と淀屋橋です。これ表示されてない。あ、今出た。大阪から新大阪行きとかええんかないよな。新大阪行きえないな。新大阪行きてないな。特急だけ。特急でも207乗って降りたいね。新大阪じゃあ次3人するかに別に207。ああ、え、それでもいい。そういう考えだ。まあそれでめっちゃいいけど、経験稼げる。うん、そういう考えでちゃう。めっちゃ多いよ、ほんやば。あんたの方が景色多いよ。JR の方が駆使できるやん。いや、多いか。2インチ来てくれたらええやん。だって戻ったらあかんの。戻ったらあかん。そう、そんなないぞ。バンダイはなし。バンダイなし。なんだあれやな、快速で6000番223来たら多分一緒やな。一緒やな。瞬間に行っても一緒やな。
あの深海乗ってしもたらもう帰られへんそれは月からもうとりあえずだから大阪から特急の中から新大阪まで特急乗る景色稼ごうやめてや特急あかんねん。あ、新初期過ぎた19。じゃあこれで僕ら、違うルートに行くために、進んでいきましょうか。はい、はい、茨城でございます。今、快速で、223期1000番台乗ってきました。一応番台別はもう、市内一緒の形式ということで225じゃなくて223の方に乗りました。次普通列車の高槻駅乗りましょう。最悪や、207先乗ったわ。乗れません。これは乗りますやな。対戦相手のキア58君からね、これに乗らないと間に合わないっていう連絡が来たんで、こっちもねそろそろ12時のこと考えとかんとダメな時間になってきました。
12時を超えるとね、なんとね、あの乗ったカウント1減らされるんですよ、10分ごとに。だから早つかなあかんすけど、さっきの207痛すぎるわ。ね、無事、時は5時合流できました。ね、合流しました。僕は京都までに何本乗れたか。で、キハ58君は、京阪で三条までに何本乗れたか。はい。を、発表ですね。はい。はい。では、僕はもうさっくんから。さっき、さっくんさんから。まず、はい。大阪駅出発です。はい。大阪、京都。はい。で、ルートは何でもいいってことで、尼崎行きましょう。大阪から尼崎行きまして、はい、225円225新幹線で尼崎、はい、でそっから東西線の東西線で2072形式で2形式、はい、ほんで市議の市議ので降りてほんで大阪東線で、2日で新大阪で3本で次新大阪から茨城まで223千番台の更新車快速、はい、で茨城通りで茨城から、はい普通でさっき高槻は逃げれると思ったら、はい、207だから1回パスして321になりました、はい、で高槻、はい、で高槻から何来るかなと思ったらまた223あ223だから合計で言ったら5形式です。おお自分号がおおこんな5形式でございます。京阪淀屋橋から淀屋橋まず淀屋橋から快速特急ラクラクでおラクラク走ってたラクラクがちょうど来まして3000系でした。おお、はい、これに乗りまして北浜で降りました。はい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 やで北浜から天満橋まで7000系天満橋、ね、はい2で天満橋から京橋までは各て7200系3本目はいで京橋から乗り換えて茅島まで13000系6両でした。えそんなんあるよ、はい、初めて見ました6両うわこれでもう次負ける、はい、で次茅島から郡山まで2400系19で、郡山から各地枚方市駅が6000系でした。うわぁ、あー、6。枚方市から三条まで8000系で、7形式で。あー、7形式か。今回行ってました。やっぱり私鉄の方が多いよな。景色はなかなか、そうかですね。そうか。はい、ということで。あー、ごあち君勝利でございます。ありがとうございます。7形式も乗ったの。7形式も。はぁ。まさか楽々を一駅で降りると思えなかったけど。マジで結構なかなか良かったです、ね、うわーそうかー了解わかりました。ありがとうございます。じゃあ今日は58分勝利勝利ということで何かねミュージアムショップミュージアムショップを見てから行きましょうか。では、ありがとうございます。じゃあありがとうございました、はい、今回の旅は、ほんま京都鉄道博物館に行っていうはいね、あの行くまでに何か勝負しようということでこの企画をやらせてもらいました。はい、はい
まあ、優勝景品はあの向こうのミュージアムショップで選びましょう。はい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 。プレゼントでございます。ということで買っていただきました。はい、まあ、今日買ってましたんでね。あの買った人の、はい、あのあれ景品としてしまして、まあちょっと開けてみようかな。はい、おお、イコちゃんの夏鉄。イコちゃんのやつね。そう。夏鉄ね。夏鉄買っていただきました。はい、これをプレゼントいたします。ありがとうございます。勝利記念、まあ、勝ちましたんで、はい、負けましたんで、はい、またね対戦企画でこういうことが、はい、また何かあったら、はい、こういうのをかけてやりましょう。やったー、はい、じゃあね、ちょっとモチベーションも上がりますしね。モチベーションで上げて上げれたな。こうやって鉄道業界にもちゃんと金を落とせるということでそれはどうかわからない。ありがとうございただいたと。はい、ありがとうございます。ということで、はい、ありがとうございます。やば昼飯に寿司はいいけど、あれやな。見えへん。あ、こっち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 。ということで、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、あのキア58くんの動画もぜひ、チャンネル登録、はい、高評価をお願いします。さっくんさんの動画も上がってます。僕の動画もぜひ、ご覧ください。チャンネル登録、載せておきます。高評価。インスタもツイッターもやってます。はい、で、はい、この鉄泊の模様はもうさっくんさんのチャンネルだけで。鉄泊は、多分もう、速攻で上げてますので、はい、そちらをまたご覧ください。はい、はいはい、終了でございます。はい、ありがとうございました。